オラーマサミです。今回はスペイン風の肉団子アルボンディガスを紹介したいと思います。見た感じは普通の肉団子なんですけど、味付けに特徴がありまして、まあ、今回このコリアンダーとオレガノとそれとクミンですね。なんかモロッコ風の味付けっていうかそういう感じですね。で本来は松の実とかあの生ハムの切れ端とかそういったものを混ぜます。でも一番シンプルなやり方で今回は作りたいと思います。使う肉は普通の合いびき肉を使っていただければ結構です。肉団子を丸めて粉をつけて油で揚げるんですけど、その油で揚げる時の温度が気持ち高めです。少し煙が出るぐらいの高温にして、でその中に一気に入れて焼き色をつけます。こんがりした焼き色をつけて香ばしさをプラスするのがポイントです。なので少し色がついた程度の揚げ加減だと味がだいぶコクもなくなりますし風味も劣りますので、まあ一番の今回のポイントは肉団子の揚げ方、そのポイントをよく見て覚えていただければと思います。一風変わった肉団子の味付けですけどとても美味しいと思いますので、あなたもぜひ作ってみてください。では早速作りたいと思います。どうぞ。Thank you.